ぱり視力がないと難しいし、練度がないと難しいんで、俺はね、もうね、やんなくていいっていうふうに断言してもいいと思ってます。どうも、不動産営業の小林大輔です。小林さん、よ最近またいろんな物件を物色してるんですけど、してんの？してるんですけど、あ、そう、分けあり物件って、やっぱコスパいいんじゃないかな。あ、改めて思う。まあ、いいっちゃいいかもな。人によってはありってやつですか？あ、もう全然、あの、買えるなら買ったらいいんじゃない？あ、本当ですか？外れの分けあり物件とかもありますか？外れの分けありというか、特に訳があるわけだからさ、はい、その訳に対してリスクヘッジをできなかったら、まあ、大きく損する可能性はあるよね。それどんぐらい損？いや、もう簡単にと買った物件丸々売れませんとかさ、数千万単位とか場合によっては多くの場合もあるよね。そんな場合もあります。もちろんだから買った物件がだってもう商品化できないんだ。なるほど、うん、でもちょっとコスパよく訳あり物件ちょっと買ってみたいなみたいな。なるほど。ちょっとあるので。なるほど。どういう訳あり物件が狙い目かみたいなところ含めて、うんうん、教えてください。 OK、 じゃあ今日はね、不動産の訳あり物件について徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。では小林さん、はい、訳あり物件といっても、うん、いろんな種類があると思うんですね、うん、主な分類について教えてください。訳ありってね、いろんな訳があると思うんだけどさ、はい、まず分かりやすいのが任意売却物件というものと競売物件というものがある。はい、でこれはいわゆる差し押さえをされたものだね。はいはい、基本的に不動産買うときには我々でも絶対そうなんだけど、うんうん、抵当をつけてそれでお金を借りて、うん、我々が管理運用して返済した部分が自分たちのものになっていくっていうモデルでしょ。なんかかんかの理由でその借りたお金が返せなくて、日本は法治国家だからさ、その抵当っていうものを自分の権利としてつけている金融機関がこの抵当権を行使してさ、お金返ってこないんだから、うん、それを自分が本当に売却をして換金して、その貸した金を回収するっていうのがさ、いわゆるまあ何人売とか競売の元々の原因になってるんですよね。はい、よくまあ言われる事件物っていう括りになるんだけど、うん、訳あり物件の中だと分かりやすいのがこの任意売却物件ってやつと、うん、競売物件ってやつがあるな。なるほど、うん、その任意売却と競売は不動産投資においては違いはあったりする？うんうん、あのね、まず任意売っていうのはどういうものかっていうと、さっき言ったように金融機関にお金を借りて、俺でもそうだけどさ、家賃収入1億円、12億の不動産があって、毎月返済進んで残債が11億ちょっとっていう話をまあ前に解説したんだけどさ、はい、毎月こう返済してるわけだ。この返済が滞ると金融機関大丈夫ですかってなるわけじゃん。はい、でそれが本当に返済ができなくなっちゃった時は、この土地建物を売却をして貸したお金を回収するっていう流れになるから、はい、まず任意売却の段階だと、まあ、いっぱい実はそんな話ってあるんだけどさ、はい、いわゆる会社の事業が業績が不振になって、うん、銀行から、まあ、いわゆるあのリスケジュールって言ってさ、リスケって言うんだけど、まあ、返済計画ちょっと考え直そうぜっていう中で、場合によってはこれ外部売却して換金して一回スリム化しましょうなんていうケースもあるし、はいはい、外部売却してスリム化して業績立て直そうぜっていう時に話が来るのが任意売却。なるほど、うん、じゃあまだおじゃんにはなってないわけ。まだ、まあだし、もうおじゃんになること分かってて、このまま行ったら競売になるから、より早く回収したいから任売に持ってくるケースもある。いずれにしても任売っていうのは任意売却だからさ、うん、オーナー、いわゆる事業経営者も任意でね、銀行と合意の上で秘密裏にさ、うん、物件を売却していくっていうのが任意売却。はいはい、うん、競売の場合は結構いろんな人がアクセスできる。うん、簡単に言うとこの任売っていうのは銀行にへばりついてる不動産屋とかさ、まあ、もっと言うと任売専門の部署とかあるんだよ、はい、簡単に言うと、まあ、そこにへばりついてる業者とかが、まあ、と秘密裏にさ、いろんなところにも物をね、はい、整理回収してったりする。これもねケースによる。例えば今楽天みたいなさ、楽天って分かりやすいんだけど、はいはい、業績やばいけどあんまり表立って言いたくないともある。はい、それをやっぱ秘密裏に売却をしたりとかっていうようなケースもあるし、はい、絶対にいや融資全部引き上げなきゃっていうフェースで早く売りたいからっていうケースがあるからさ、はいはい、だからそういうようなまあものが任売物件ですね。あと、まあ、いわゆる企業案件強いは弁護士事務所さんとかに入ってる不動産屋さんとかさ、はいはい、っていうのもあるし、まあ、それがいわゆるまあ任意売却物件で、ここでリーグが成立しなかったものが競売になってる。はい、
あ、じゃあ競売の方が売れ残り案件が多い。簡単に言うとそういうことです。そういうことだよ。これも実は売り主向もあるんだけど、要はやっぱりいろんなこの思惑があるから、人売で収めたいって早く売りたいけど安くなんかケースもある。はいはい、で競売も高く売れるケースもあるから、はい、これ売り主の意向で競売まで行きましょう、経営さっぱりっていう人もいるし、早く経営さっぱりっていう場合もあるから、はいはい、いずれにしても流れとしては任売客物件で出て大体売れていなくなっちゃう、でそこでエスカレーションして、ここで売らないとか売れないっていう話になったら競売に流れていくね。はい、じゃあ一概に任売客物件の方がいい物件が多いってわけでもない、うんうん、俺今日寝坊しちゃったじゃん、はい、会員が今88件なんだけど、はい、今パッと見たら、はい、実はそれを実際に動いている俺の会員さんがいてさ、はい、中川区の方で金属回収業営んでらっしゃるんだよ、うん、もう先代からやってるんだけど、いわゆるね工場を拡張したいわけなんだけど、もう住宅地だからみんな売らないんだよ、はい、だたまたま近くのとある企業がこの間破産完済に入ったっていうのは、本当先月のさ面談セッションで言って、はい、で俺その担当してもらってるコンサルタントの生徒にすぐに関西人とか電話してくれた、うん、なら、まあ、関西人は結局もうそういう電話受け付けないってなったから、はい、今度不動産にね抵当つけて銀行に電話してくれた、はい、全部本部に行っちゃったみたいなさ、はい、そんなような状況なんです、はい、そうやって、はい、アクセス探してる要は不動産にいるわけです。今 LINE まだよく見てないんだけどさ、とある不動産屋が破産した企業の物件にまつわる話を持ちかけてきた。なるほど、やっぱどっかの弁護士事務所かなんかにつながってるとかさ、銀行つながってるやつが持ってきたんで、あーなるほど、つながりつながりでいくわけですね。そうだからまあ本当秘密裏に行くのが任売、はい、今はまあ任売じゃん、だから競売に出る前の話だからさ、はい、でやっぱり債権債務があるからさ、はい、金額が折り合うかどうかって話もあるから、はい、折り合わなかったら競売になる可能性があるね、はいはい、だからそこはもう抵当権者だと金融機関がこの金額だったら開示できればいいやって思うのか、だったら競売でやりましょうっていうのかは、うん、まあ、金融機関に売る。なるほど、そういうこと、そういう感じで。不動産投資の目線で見ると、うん、競売とか任売客まで行っちゃってるってことは、うん、うまくいかなかったのかな。いい質問だね。これをね、例えば今回のケースでいくと、これ別にオーソライズされた話だからいいんだけど、昆布のメーカーの会社さんが倒産したの。はい、昆布、昆布おしゃぶりの昆布だから昆布ね。はい、昆布。で俺からすれば昆布作ってあんなでっけえ敷地とか工場すげえなと思うんだけど、はい、昆布御殿だよね、はいはいはい、だけどやっぱり、まあ、いろんな業販とかやってて宮古昆布みたいなおしゃぶり昆布を作ったけど、コロナで不調で結局火災何億だか何十億だか忘れてたけど、いや昆布でそこまででかくしてやめときゃいいのにさらに拡張してダメになったみたいなケースなわけ、はい、だから大体ご本業が、まあ、いわゆる経営判断ミスでダメになって持っている資産っていうものが整理されるっていうケースが多いね、はい、だから単純に賃貸経営でダメになるっていうケースはあんまりない。ああ、なるほど。じゃあ割といい物件が残るパターンも多いわけです。全然ある、全然ある。そこのなんか狙い目ってどうやって任売客とか、うん、実はねこの任売の一番難しいところって、はい、いろんなところに話が行くからさ、もうねスピードなんです。連絡来たらすぐもうだし、やっぱり融資金融機関に対してこれ変えたいって即座に融資に打診してっていうのを機動的にできなきゃいけないから、はいはい、めちゃくちゃ難易度が高い。高いですよね。それ、はい、だって融資引かずにそのまま現金買いする人、まあもちろん業者に持ってったらそれ利益乗っけて売れちゃうからね。だからそこ持ってかれちゃったらもう秒でゲームセットのわけさ。だからそういうこと考えたらやっぱり金融機関と密にやってなきゃいけないし、じゃあそういう業者ってどうやって買ってるかって話になるじゃん、はい、であれ現金で自動的にバーンってぶち込むんだけど、はい、彼らはさそういう買取再販の業者って何やってるかっていうと、もともと別で資産を持ってて、メテートっていうのをつけて、こっちでな枠なんだよ5億も10億、はいはい、だからここ運用してます。でそこに対してお金ちょうだいって言ったらこの5億の枠だからボーンって出る、はい、それでバーンって買う、はい、で利益ドンって乗っけてすぐに行っちゃう、って言って金回してって儲けるっていうビジネスだから、はいはい、普通のこの YouTube チャンネル見てらっしゃる皆さん、もう普通の投資家、まあ、もっと言うと軍資金せいぜい5000万1億とかっていう人はなかなか限度が高いのがこの任売客物件。なるほど、そもそもアクセスするのが難しい、まあ、だし来たとて今の話融資つけるのは難しい。難しいですね、うん、小林さん、うん、競売に物件がかけられたとして、うん、そこでも売れないパターンとかそうだから、流れとしてはまず任売で売れるかどうか、はい、売れなかったら競売になる、はい、でこれ期日入札っていうのがあって、普通は競売で大体あらかた売れていくわけ、はい、競売っていわゆる市中の価格より割安に設定されるのね、はい、で割安に設定されてあとはオークションじゃん、うん、でそこでもやっぱ売れない物件が特別売却っていう形になってさらに割安に設定されるんだけど、はい、そこでも売れ残る物件もある。
それはでも買っちゃダメじゃないですか。まあでもこれ実は特別売却ばっか狙ってる人たちもいてさ、どんなものがそうなるかっていうと、いわゆる権利関係がややこしいの。あ、なんか抵当いっぱいついてるとか、とかもっと言うと共有名義ね。例えば3人で持ってます、でその1人が要は差し押さえ食らって、このうちの3分の1の権利だけしかないんです。はい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 。ってことはこの3分の2持ってる人たちと交渉して買い取ったりしなきゃいけないじゃん、はいはいはい、だからその商品化するためのさ、加工に手間がかかったりとか、交渉だから、よくやるのが本当麻布とか六本木でもさ、底地権が持ってます、上物が借地になってますとかさ、はい、権利関係がややこいから安いものっていっぱいあるんだよ。でそれをやっぱり交渉していかなきゃいけないし、例えばお金積んだりとかさ、入る保証もないわけじゃん、はい、いやそういったところを期日入札とかさ、その期間の限られた中でやるのも難しいし、その交渉が合意できるかどうかなんていうのもわからないじゃん。そうです、ね、3分の1の権利が持ったら取ってさ、お金なんないじゃん。売らんって言われたらもうダメです。そうなんだよ。だからそういうことも含めて、もう一回よ、任意売却でダメなら競売で特別売却で売り残るものもあるんですね。一番狙い目ってどこですか？任意売で買えるのが一番いいんだってさ、市場に出る前だから。だからそこもやっぱりその不動産業者との関係性とか、あとはその金融機関との関係性で、ここでいいものが買えるんだら、そもそも表に出てないから、ね、はいはい。で出た後、期日入札でオークションになる前に、普通にさ、競売出てても取り下げられましたっていっぱいあるんです。それって任売でみんな落ち着いちゃってるんだよ。期日になっちゃってもそこでもずっと画策してるわけ、みんな。でそこで要はディールが成立したら取り下げました、あ、なんであれ誰かが動いたんだみたいなさ。あ、じゃあ常に競売が動いてても途中で任意売却が入るパターンもあるんです、ね、そう、取り下げっていうことがあるから、そういうようなもので融資がつけれるのは本当にさっき言ったネテートでさ、分資金潤沢に5億持ってるようなとこでしかつけられないから、うん、買える保証何もないのにさ、金融マンなんてさ、クソ忙しいさ、そこに時間割けてないわけよ。ああ、そうっすね。だったらちゃんと通常の物件でグリップできてる物件の方がいいわけでしょ、うん、だから本当にあのいわゆる訳あり物件の中の任売競売、あと特別売却なんかは基本的に普通に買いに行くのはなかなかないわけだからね。なるほど、うん、ありがとうございます、はい。では今教えていただいた任意売却、うん、競売、まあ、特別売却、うんうん、以外に訳、うん、あり物件って何か、うん、あとはね、さっき言ったの事件物っていう意味なんだけど、訳、はい、ありってはいわゆる事故物件ってのはあるな、怖いやつですね、うん、まあ簡単に言ったの心理的瑕疵っていうんだけど、はい、まあ、中で人が破壊されたりとかさ、はい、事件があったとか、うん、こういったものはいわゆる事件物っていう括りの中の心理的瑕疵があるさ、事故物件って呼ばれたりするね。そのあたりって狙い目だったりもするんですか？うん、あのね、これもね、簡単に言うと度合いによるんだよ。はいはい。もう歴史的な生産事件があったアパートなのか、はい、まあ、例えばこの間も実際あったんだけど、オーナーズルームがあってね、オーナーのお父さんがこのリビングで援助を全うされたっていうケースがあるわけよ。はいはい、だからそこはいわゆるその心理的瑕疵っていうところをどこまでの度合いなのかによるよね。ああ、なるほど、ね、うん、小林さんだったらどれぐらいのレベルまでだったら手出します？まあ俺全然右だったらあれ。あ、こっち側だからこっちって実際売り出たりするんだって、前にさ、相模原でさ、なんか知らんけど5人と6人断殺があって、はいはい、なんかバラバラでみたいなね、あのアパート売り出てたんですよ。出るんですか？それ出たんです。え、それ出るときはちゃんと記載されるんですか？なんかテレビで出てた有名なアパートだからさ、はいはい、あ、これが出てるって言ってネットで話題になってたしさ、はいはい、例えばあの大島テルっていうサイトがあってね、はい、いわゆるなんか事件があったとかさ、例えば自分が住んでるところの周りに結構火事のマークがあって、はい、ここで視察事件がありましたとか、いっぱいあるからぜひ見てもらうと分かるんだけど、本当その心理的瑕疵の度合いによるね。度合いか、度合いによる。度合いによってはなんか記載されないパターンとかも、まあ、基本的には記載されると思った方がいいし、はい、記載してないとあとで損害賠償を食らうから、向こうもね、売り主もね、はい、基本的に記載するもんだと思っておいた方がいい。ただ、はい、当然自分たちでも調べた方がいいよ。さっきみたいに大島テレビサイトがあるからさ、はい、過去に何かあったかっていうことはちゃんと判断した方がいい。実際ね、判例で負けてんだ、これを言わなかった、俺知ってたら買ってないとかさ、この金額で買ってないとかさ、はいはい、っていうので負けちゃうから、はい、売り主が、うん、だから基本的には表立って出てくるものだと思う。まあ、あらかじめ言っといた方がリスクないですよね、売る方はね。まあそうですよ。あと実際物件調査するときにさ、現地に行って入居者さんに話聞いてみるとかって全然必要だから、はいはい、あのこんにちはって言ってさ、実はこのマンションに引っ越ししようと思ってるものなんですけどみたいなさ、はい、あのこのマンションって生活しやすいですか、うん、ではしやすいですよっていうのか、うん、いや実はって何階の何々さんが結構あの夜中に大きな声上げてとかあるじゃん、うんうん、ありますね。あ、そんな話。なるほどなるほど。そういった物件を狙っていくのに必要なテクニックって何かあるんですか？
やもうあのね、そんなね、こっちから仕掛けるようなものじゃないからさ、はい、出てきた時にその事故物件マネージできるかどうかでしょ、うんうん、だからそういう意味ではいつも通りに元本基礎もしないもので競争力担保できるのを調べてもらってる中で、うん、あれなんか割安だなっていう時にね、心理的貸しが入ってるから、はいはい、じゃあその心理的貸しがどこまでなのかっていうのを把握していくだけでいいと思うね。はいはいはい、うん、じゃあまあ寿命で亡くなられたとかそういうものであれば、うん、全然後からカバーできちゃう。まあだし、あの少なくとも2回転で2年か3年かちょっと忘れちゃったけどさ、これもまあ普通に判例があって、はい、あの告知をしなきゃいけないんだよ、はい、だけど2回転して何年か経ったらもう告知しなくてよくなるからさ。あ、そうなんですか。そうなんだよ。だからいろんな意味で風化はしていくから、はい、人が例えば他界してもね、はい、だからまあそういう意味ではあんまり実は気にしなくてはいいんだが、はい、まあやっぱりさっきの凄惨な事件があったら、はい、さらちにして土地でっていうような話もあるからね、はい、だから本当自分自身のリスク許容を考えてアクセスするかどうかは考えてもらった方がいいと思う。なるほど、ありがとうございます、うん、はい、では、うん、こういった分けありだったりとか、うん、競売物件とか、うん、売金とかそのあたり含めて、うん、こういった物件への投資が、うん、まあ、有効な人というか、うん、向いてる人っていうのはどういう人なんですか、うん、なるほど。あのね、これ向いてる人か向いてない人かでいくと、やっぱりそもそも競合が業者になっちゃうからさ、はい、業者に売りする人だね。ああ、やっぱ業者が有利なんですか、うん、もうだって業者専門にやって、それを最小限化して利益乗っけて売るっていうビジネスをやるための、まあ、チャンネルだから、そういったものっていうのは、はいはい、だから基本的には業者に売りする圧倒的な分資金と、業者に売りする圧倒的な知識がないと、なかなかそこは時間かけてもさ、実らない可能性が高いから、はい、この YouTube チャンネル見ていらっしゃる方って、業者さん、もういらっしゃるかもしれないけどね、基本的には普通の勤め先があるような方とか、自分で事業経営してらっしゃる方は、そこにリスク取るんだったら、普通に、世田谷に目黒にね、レバレッジ4枚かけて堅牢なものを買ったは早いと思います。まあそれはそうですよ、ね、まあでもちょっとコスパ良さそうなイメージが、まあだからそれも要は不動産業として業を立ち上げてやっていくんだったらいいと思うよ。だけどそうじゃなくて資産作りたいだけだったら俺は合わないと思う。確かに目的はちょっとずれますよね。買取再販事業立ち上げたいんだったらそこは掘っていって蓄積するべきだし、あの資産作りたいだけだったらそうじゃないよね。なのでどっちかっていうとその競売人売っていうのはいずれにしてもその融資付けの技術がいる。でもっと競合が現金買いで来るからさ、うん、ってことは現金買いで来る競合と互角に渡り合う視力があるんだったら普通に市中で物件ちゃんと買えるわけ。確かに戦う場所が違いますね。そうなんだよ。なんで俺はそんなさ格闘技強い人のとこに行くのみたいな。確かにそうっすね、うん、じゃあそんなに資金がない人は無理して別に手出すところじゃあんまりない、まあやんなくていいよってことだけ理解しとけばいいんじゃない。なるほど、わかりました、うん、ありがとうございます。はい、本日の動画のまとめです。あのね、いわゆる訳あり物件必ず理由がありますから、で例えば分かりやすく言ったのはその任売とか競売とかね、あのそういった物件はそもそもやっぱり視力がないと難しいし練度がないと難しいんで、この YouTube チャンネル見ていただいている方々にとってはひょっとしたら時間の無駄になる可能性が極めて高いので、俺はねもうねやんなくていいっていう風に断言してもいいと思ってます。練度も必要だし軍資金も必要で、そんだけ練度と軍資金あったら空襲でいっぱいいい物件買えるからさ、訳ありにはちゃんと訳があるっていうことを理解していただいて、貴重な時間を有効に使っていただいて不動産投資に取り組んでいただいたらいいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、はいよ。今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損をしないための情報を今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さん、うん、お家でもお仕事されることあるかなと思うんですけど、なんか作業中に気が散ったりとかってあんまりないですか？めちゃくちゃある。産業変えたらすぐ気が散る。そうですよね僕それ困ってるんですよ、気が散っちゃって。わかるわかる。なんかその集中できなくてちょっとスマホ見てたら気づいたら1時間する。わかるわかるわかる。やっぱ小林さんもなっちゃうんですか？これね、まあ、スマホは電源切るのが一番だね。あ、ちゃんとそうしてるんですか？しかない。そうすれば集中できますね。だし、やっぱスイッチが入るまで時間がかかるんだけど、はい、スイッチが入るようにコンディションを持っていくっていうのはプロの仕事だからさ、はいはい、あの食事とか睡眠、あとはまあお風呂入ったり、気分転換だよな、うん、そこはやっぱり心がけて、なんとかケツに火がついて始まるんだけど、はい、なんとか収めるようにしてる。ああ、なるほど。じゃあ自分をコントロールする技術って。そうそう、それが一番大事。なるほど。じゃあちょっと磨こうと思います。うん、ありがとうございます。はいよ。